さあ皆さんの、はい、いろんな昭和の土曜日、まあ、テレビだけではないわけでございまして、山口市のさんちゃんからおはがきでいただきました。昭和20年ねぎっていこうですか。ねぎって、ゆきっこさん、はい、こちらいきましょうね。おはがきですね、昭和22年生まれの73歳、山口市のさんちゃん。昭和の土曜日、それは何といっても半ドン。私が社会人になった昭和43年、就職先は土曜日も終日勤務のところでした。あ、まあね、はい、うん、でその4年後、昭和47年の夏、公務員関係の職場に転職し、半ドンとなった時の嬉しさは、その後週休2日制に切り替わった時などとは比べ物にならないほど感激したことははっきり覚えています。なぜかって、当時はバス通勤、定期券なので途中下車、市内の本屋さんへ寄り立ち読みするのが嬉しかったし楽しかったし、時間を気にせずじっくり選べるので至福の時でした。自分の時間が取れたってことですよね。もうこういうのは生きていく上でもとても大切なことでね、特にサラリーマンの方とかってかね、はい、ちょっとほら、うん、喫茶店寄ったりとかしてね、喫茶店がいっぱいあったんですよ、はい、ね、スポーツ新聞を全部見るんですよそしてじゃあ髪を切り行った時はジャンプサンデーマガジン、そうチャンピオンまで、チャンピオンまで置いてあるお店がね、なかなかなかった。あ、僕は少年キングですね。キングです。でも床屋さんのサービスって、はい、まあ、雑誌はそうなんだけど、そのうちテレビなんだよね。へー、うん、ラジオだけかかってたってというのもあるけど、テレビでも反対に映るんですけどね。鏡、そう、あ、そうか、うん、今は子供たち用に、うん、DVD 見せたりとかねしてますよ。ああ、なんか世の中、トムとジェリー、世の中こんなに厳しいんだっていう、なんかもう何かその世の中の税金対策のこととか、そういうのを子供に見せた方がいいと思いますよ。そのなんか、その DVD、 そういう DVD、 もうこう世の中もう落とし穴だらけなんだって。小学生か中学生とかにちゃんとこうなんて言うんですか、はい、保険のこととかも、そういうこと、いや、ええか、お前ら将来何になりたいの、なんとかになりたいとかでしょう、はい、お前それのどの固定給じゃないかとか、ちゃんと調べてたらダメだとかですね。それ YouTuber です今だった、はい、サタデーナイトフィーバーですっていう方はですね、はい、昭和28年生まれの岩国市のトッシャン、トッシャンね。だからもう、はい、25、6歳ですよ。そうですね、バッチリですよ、もう、はい、なんといっても、うん、ね、忘れがたいのがサタデーナイトフィーバー、ジョン・トラボルタですよね。ディスコ、ダンスの走りでしょうか。若者中心に土曜日の夜、文字通り互いに腰を振り回し、腰を振り回し、それ違うサタデーナイトフィーバーじゃないですか、うん、フィーバーした気がします。男女、友達同士、まあ、ナンパとか逆ナンパ、ミラーボール、サーチライトなどなど、暗い踊り場は大音響とともに踊りまくった次第です。ただ私の場合、ただ見てるだけっていう。サーチライトはそれ米軍基地じゃないですかスポットライトねえ、うん、で、まあ、うちの兄貴も6歳上ですから、はい、もう夢中になってました。この映画もそうですけど、いや、はい、これはもう本当大学俺入ってたんですけども、大学の下宿でね、はい、練習するやつなんかで、要するにライトをどうするかっていうことで蛍光灯を消すわけですね、はい、で雰囲気出すためにですね、ミラーボールは赤外線こたつをですね壁に立てかけてですね、スイッチをオンオフする係がおるわけですよ。わかるでしょ、わかるでしょ、原始的すごいでしょ、すごくいいでしょ、やってましたねあれ